私がスポーツビジネスを今専門で勉強しているのですが、スポーツビジネスを勉強しようと思ったきっかけは、私自身が一番何が好きかとすごく自分に問いかけたことです。私が友達プログラムで出会った友人たちはみんなもう高校生の時点で、それぞれ自分のやりたい方向が決まっていて、自分の専門が決まっていたんですが、私はただぼんやりとメディアに の関わる仕事がししたたいいなと思っていましたでもメディアにただ関わるだけではいろいろなジャンルがあるので何をすればいいか分からなくてその時に私は何が一番好きなんだろうと考えた時にバスケットボールチームに出会ってから私の人生はすごく変わったなと思っていてその私に一番影響を与えたものはスポーツなんだからではそれについてもっともっと好きなことを勉強しようと思ってスポーツビジネスを選びました。